おはようございますりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。注目、失敗しないための副業選びのポイント5選。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。質問いただきました。両学長の動画を見ることを習慣にし、家計が大幅に改善して貯金ができるようになりました。本当にありがとうございます。 次の行動として稼ぐ力を身につけるために副業にチャレンジしたいと思っています最近ますます副業が話題になってきているなと感じますただ今は2年前に転職した会社でサラリーマンをやっており周りに副業をしている人がいない環境です始めてみたいけど何をやるかはどうやって選べばよいのか 誰にも相談できず不安が大きいです失敗しにくい副業の選び方ってあるのでしょうか教えていただけると嬉しいですとこういう質問いただきましたんでね結論から言いたいと思います副業で大事なのは致命的な失敗を避けつつとにかく行動をすることこれですねこれを守るだけで副業もグッと成功しますから、えー、確かに近年世間でも副業は話題ですよね、えー、副業解禁なんて話もあってリストラも多いし個人で稼ぐ力がないと怖いかもとか、えー、月3万円でいいから副収入があればとかね、えー、コロナで減った残業代を 副業で稼ぎたいとか副業が大成功して独立なんていうのは夢物語かななどなど実は副業が気になっているっていう人は少なくないと思いますなんでこの動画では副業の選び方を5つのポイントに絞って解説していきます 副業は人生を大きく好転させるパワーがありますこの動画を見終わって、よし、副業にチャレンジしてみようって思ってもらえたら嬉しいなと思います。ということでね、解説していきましょう。副業の選び方、ポイントその1と、本業とのバランスがいい。こういうのを選ぶといいですね。せっかく始める副業を選ぶなら、まず気にしてほしいのは、本業と組み合わせていい感じにバランスが取れそうかどうか。つまり特徴を分散させるのがいいんですね。で、ポイントは、 本業とは違った特徴を持つ副業を選ぶことと、業種、職種、自由度、場所とか時間、働き方、雇われる、は個人で稼ぐなどなどと、いろいろな面で分散しておくことで、自分に一番合う仕事を見極めつつ、もしもの時の安全性を高めて、心地よい環境を作り出す。これが可能になるわけですねで。いい感じのバランスって結構抽象的なんで、例えばどういうことかっていうと、安定収入のサラリーマンプラス、爆発可能性のあるビジネスオーナーと、例えば本業でサラリーマンをして、 安定した雇用で生活ができなくなるリスクを抑えるとで副業のビジネスオーナーで収益ゼロの可能性を受け入れる代わりにめっちゃ稼げる可能性も残すっていう組み合わせをお勧めできます本業で安定を副業で夢をっていう感じですね サラリーマンっていう働き方にはメリットとしてクビにならない安心感がありますよね。でもデメリットとして大化けはしないんですね。大金持ちにはなれない寂しさの両方があります。そこに副業を上手に組み合わせれば本業のメリットを生かしつつデメリットを消せてかなり美味しい、いい感じのバランスになりますよってことですね。これがポイントその1。次、副業の選び方、ポイントその2ですね。本業と相乗効果、シナジーがあるものを選びましょうと。 副業を始めようとする人が引っかかりがちなのが誰にでもできます。簡単です。儲かりますよ。みたいな誘い文句ですね。魅力的な話に聞こえるのも無理はないんですけど、上手い話には裏があるもの。ちょっと冷静になって考えてみてください。それが本当に儲かるビジネスなら、それを本業にしている人がいるはずです。皆さんにとっては副業でも、お客さんにとってはそんなの関係ないですよね。 つまり、それを本業にしている人たちと戦って仕事を勝ち取らなければいけないはずなんですね。それなのに、簡単で儲かるなんて、そんな話あり得ると思いますか本業にしている人がいるはずなのにね、そこで戦わないといけないはずなのに、簡単に儲かると。また、誰にでもできるっていうのも癖ものなんですね。 本当に誰でもできる仕事なら、それはそのまま競争相手がたくさんいるってことになってしまうからです。えー、誰がやっても儲かるってんだったら、どんどんみんな入っていきますよね。そうなると競争相手がたくさんいると。仕事が取りにくくなったり、価格競争になって買い叩かれるっていう未来が想像できますよね。ここまでの話だと、やっぱり副業なんて難しいのかっていうと、これそんなことないんですよ。今、皆さん自身が持っているスキルとか知識を活かせる副業を選べば大丈夫です。本業で身につけたスキル、知識を使えば、誰にでもできるわけじゃないけど、 自分にはできるとか 副業でスキル知識がさらに伸びると本業にも生きてくるってことで自分だけのいいループが作れるわけです例えば僕のアシスタントの中にも本業の経理を生かして経理作業を手伝ってくれてる人とか本業のコンサルを生かしてデータ分析を手伝ってくれてる人調べ物が好きなのを生かして資料調査をしてくれる人とか人の悩み相談に乗るのが得意でコミュニティ運営を手伝ってくれる人とかイラストを描くのが大好きでイラストや図解を手伝ってくれる人もう本当ねいろんな人がいますで相乗効果っていうのは1たす1が2より大きくなることですね 本業プラス副業でどんどん良くなっていけるようなそういう副業を選びましょうこれがポイントその2ですね次副業の選び方ポイントその3と好きなことに関係することをしようと副業を始めようっていう以上本業があるはずですよね副業を始めるんだから本業があると本業だけでも大変なのにその上さらに副業もスタートするわけですからやっぱりね時にはもう疲れたとか大変すぎるきついってこう感じる瞬間切ってやってきますでそんな中であんまり収入伸びないな 結構時間取られるな。めんどくさいな。変本業忙しくて疲れたなとか。今日は飲みに行きたいんだけどなとか。もうそんなことして何になるんだって。そう感じる日もあるっていうことです。でそんな時にもうちょっと頑張ってみようかなとか。ともかく続けてみようかな。こんなふうに思えるためにはやっぱり好きなことを副業にしているのが一番です。結局きついって思った時にもうひとん張りできるかどうかが成功と失敗の分かれ目だったりしますからねで。好きなことも得意なことも思いつかない場合は嫌じゃないこと、苦手じゃないことで OK ですみんな好きとか得意っていう言葉を壮大なものと考えすぎなんですね。なんか好きとか得意っていうともうすっごい壮大なことを考える人が多いんですけど隣の人よりちょっとマシなこととか1回くらい褒められたこと毎日やると思っても暗い気持ちにならないことこの程度のちょっとしたプラスっていうのを大事にしましょう。 磨いていてけばそれで十分戦えます世界一得意なことも命をかけるほど好きななことももいのが普通ですもうこれね、えー、得意なこととか好きを仕事にしようとかっていうと、ほんと世界一得意とか、命を懸けるほど好きとか、そういうのを想像する人いるんですけど、そんなもんないのが普通ですからね。それでも副業収入で稼ぐってことはできますんで、ここはね、安心してください。これがポイントその3です。えー、次、副業の選び方、ポイントその4と。スケジュールを優先できることをやろうと。 繰り返しますけど副業を始める人には本業がありますだから副業時間の確保は大きな課題になるんですね例えばサラリーマンなら最低でも平日8時間かける5日は本業してなんなら残業もして 場合によっては休日出勤もしてで、それ以外に家事、育児、介護などもあって、友人や親戚との付き合いもあって、食事、睡眠、風呂、身支度などもして、その上でさらに副業用の時間を作り出さないといけないってわけです。副業を始めると1日が27時間になりますとかだったらいいんですけどね。そういうわけにはいかないですから。だからまずはえ副業時間を決めてしまいましょうと。早起きして朝1時間やる。夜寝る前に90分やる。通勤時間に30分。隙間時間で30分。休日に週1で8時間などなどね。 自分の生活スタイルの中でこの時間は副業に充てるっていう時間を確保するわけです。そしてその時間に稼働できる副業を選びましょうと。例えばの話、隙間時間にコンビニバイトはできないし、座れない通勤電車で動画編集は厳しいし、朝3時からね、空いてますって言っても朝3時のベビーシッター業には需要がないかもしれません。ね、副業に充てられる時間は限られてますから、物理的にで無理なことはもうどう頑張っても無理なんで、可能な分野で努力するっていうのがいいですよね。ね個人的なおすすめはネットでできるお仕事を選ぶことで ブログ、YouTube、動画編集、ライティングなどですね。どれも時間を選ばない、場所を選ばないといった自由度が副業にぴったりだと思います。どのくらいのボリュームの副業をこなすのかも自分で選べていい感じですね。その分自己管理っていうのは求められるんですけど。 えー、ネットを通じたイラストやハンドメイド作品の販売、背取りなんかも時間と場所の自由をコントロールしやすい部類でしょう。もちろんネット以外で副業してる友人もいますよ。土日とか平日夜だけのネイルサロンとか小さなエステとかね、スポーツインストラクターとかいろいろあります。ただ、時間の渦が若干聞きづらい分結構ハードワークだったりしますね。ここはまあ好みの問題です。それから副業の選び方ポイントその後、小さく始められると。副業の選び方のポイントを解説してきましたけど、とはいえ具体的に何をやったらいいのか、どうやって決めたらいいのか、まだ迷ってる 人いますよね。 身も蓋もないことを言うとそんなのやってみないとわからんっていうそういう話なんですよこういう副業どう思いますかとかやってよく質問いただくんですもうやってみたらいいやんってねそんなやってみないとわからんっていうこれが答えなんですよ実際のところ副業が自分に合っているか続けられそうか楽しいかなんてスタートしてみて初めてわかることですだからこそ挫折しても問題ないスモールスタートが重要なんですね一発目から当てる必要なんてないんですよ最初に大きなお金が必要なビジネスは副業としては手を出しにくいんですねなんで気になる 副業を適当にに選んで始めてみる合わなければ次に行くそうして試した5つの副業のうち1つが軌道に乗ればもう OK なんです。ぜひそんな気持ちでね、もう軽い気持ちで副業をスタートしてみてください。これで十分ですから。3割も打てたら本当十分ですよ。10個副業を作って1個当てたら十分と。もうそのぐらいでね、思ってもらったら十分です。バッターでも3割バッターだったら一流打者ですからね。えー、副業の世界ではもう10回打席に立って1回当てたらもう十分一流打者です。えー、副業を軽い気持ちで始めてみる人にはブログがおすすめです。僕の周りでもブログで 人人生が変わったって人たたてち結構いるんですね爆発可能性のあるビジネス月収何百万円とかもあり得る世界だし自分の本業で得た知識を発信できるし好きな話題を発信することもできるしどんな場所でどんな時間に取り組んでもいいし1年運営して収益ゼロでも損害はせいぜいトータル23万円って低リスクだし 今日話した5つのポイントをしっかりクリアしたなかなか悪くない副業なんですねえ。興味のある人はこちらの動画も参考にしてみてください。アフィリエイトやブログは今後も稼げるかとか、初心者向けアフィリエイトの始め方ざっくり解説、それから丁寧に解説したのはこのブログで稼ぐ仕組み、スキルアップチャンネルでね、ブログの作り方も含めて丁寧に解説してますから、この動画の概要欄が飛べるようになってます。ブログがまだ難しいとかね、抵抗があるっていう人は SNS で情報発信してみましょう。これもブログにもつながってきますから、SNS フォロワーは土地、お金、株式に匹敵する資産です っていうねえー、この動画見てください。もうこれだけでも、この SNS だけでもちゃんとやっていけば十分副業になるんですね。なのでおすすめします。ということでまとめいきましょう。 致命傷だけ避けたらとにかく走り出そうと少しでも副業に興味がある人におすすめしたいのは大失敗しないようにだけ気をつけてとにかくやってみることと副業なんて新しい世界なんでどんな副業を選べばうまくいくかなんて正直試してみなければわからないわけですね周りがうまくいかないよって言ったってうまくいくこといっぱいありますからとはいえ大失敗は避けるべきですね致命傷だけは避けようとそれに成功確率はちょっとでも高めたいものですねそのためには本業とバランスがよくて本業と相乗効果シナジーがあって好きなこと に関係したスケジュールを優先できて小さく始められる副業を選びましょう。 この5つに当てはまる副業をいくつか実際に試していけば必ずね皆さんに合うものが見つかるはずです。副業には人生を変えるだけのパワーがあります。本当ね、人生楽しくなりますよ。なのでぜひ最初の一歩踏み出してみてくださいね。ということで以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらうと嬉しいです。それからリベ大書籍出てますんでね、ぜひ手に取ってみてください。オンラインコミュニティリベシティも運営してます。お金にまつわる5つの力を育てる場ですね。副業の話題でも日々賑わってますんで、それから学長マガジン毎日配信してます。 どんどん話してますんで、興味のある方は動画の概要欄から見てほしいと思います。今日が人生で一番若い日です。この動画をここまで見てくれた皆さん、もうここまで見てるんですから、皆さん、ここまで来たら行動するだけですよ。もう迷ってるなんてもったいないです。全然リスクなんてないですからね。感覚的な話なんですけど、この話を100人が聞いて実際に行動するのは10人いません。だから行動するだけで上位10%に入れるんですね。 で、結局、稼げるか稼げないかって、やるかやらないか、もうそれだけなんですね。どれだけ学んでも行動しないと人生変わりませんから。でも、行動した人は確実に未来変わりますんでね。これからもしっかり学んで行動して、自由な道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございました。お仕事気をつけていってらっしゃい。